JR 名古屋高島屋が開いたおせちの内覧会三河一色産のうなぎや伊賀牛など地元の食材を生かした限定おせちなど取り扱うおよそ600種類から厳選した24種類が並びました中でも目を引くのは和牛のローストビーフなど肉料理だけを15種類詰め込んだ肉おせち。 また来年のえとヘビのチョコプレートを載せたこちらはスイーツおせちです最近ですとあの、おせち料理にやっぱりプラスワンで別なものをです、ね、あの用意して楽しんでいただける方が増えてまいりまして、大人の子ども大好きなお肉ですとか、スイーツだったりですとか、まあ、それだけを詰め込んだあの豪華なおせちもご用意しております7月に惜しまれながら閉店した岐阜高島屋のファンの声にも応えます。 これまで岐阜だけで取り扱っていた地元の老舗料亭のおせちを名古屋でも販売するほか11月からは JR 岐阜駅近くにおせちやおせいぼの注文を受け付ける特設会場を設けるということです高島へのおせち料理は今月20日から予約の受付が始まります